はい、皆さんこんにちは。 AC 克服カウンセリングの吉野と申します。この動画をご覧いただいてどうもありがとうございます。で、今回は、本をなかなか読んでもアダルトチルドレンを克服することが難しいという方のご相談が、非常に多いので、本ではアダルトチルドレンの克服が難しい理由について、3つの理由を挙げてみたいと思っています。本を読んだんだけども、なかなか、いや、書いてあることは分かると、で、自分にも当たってる部分もあると思うんだけど、いざ、やってみようと思ったら難しいとか分からなかったとか言われる方が多いんですが、本が悪いわけじゃないんですね。ただ本自体の目的そもそもが違うっていうのが実は一つ目の理由になります。一つ目の理由は、本というのはアダルトチルドレン克服を目的として書かれていないものが多いっていうことなんですね。どういうことかというと、アダルトチルドレンというものの紹介であったり、アダルトチルドレンというものはこういう状況で起こりやすいんだよっていう報告的なものであったり、克服も実際どこどこの、場所で何回のカウンセリングをやったらこういうふうに改善されましたとか、その中身について書かれてないんですね。そのどちらかというと学術的なものだったりとか、あとはその、臨床的な終わった結果についてはよく書かれてる、ビフォーアフターについては書かれてるんだけど、間に何やったかが書かれていないっていうのがまず一つ目の理由ですね。で、二つ目の理由になるんですが、これはちょっと書かれている内容があまりにもこう過酷すぎるというかハードすぎて、少し生きづらいというか、なんかこう自分が良くなりたいと思って読んだ本の割には、なんかあまりにもハードな事例、もうすごい虐待の状況が生々しく書かれていたりとか、受けた仕打ちの内容がハードすぎたりとかで、ちょっと読んでて辛くなってしまうようなパターンが書かれていて、それで辛くて読めない人もいらっしゃれば、まあ、自分の経験とフラッシュバックしてしまって辛くなってしまう方もいれば、逆にここまでのことは私ちょっとここまでじゃない、だから私はひょっとしたらアダルトチルドレンとは関係ないのかもと思って、その先を読み進めるのを諦めてしまうような方もいらっしゃって、結局余計遠回りになってしまう場合もあります。で、3つ目なんですけれども、仮に、まあ、全ての、ね、本が事例の報告だけで学術的なものだけでということではなくて、もちろんその克服の方法が書かれてたり後半の方に載ってたりとかするものもあるんですけれども、一人で何度も繰り返しやるには分かりにくい、その逆に言うと1回や2回ですぐ効果を感じにくいもんだから、それを何度も何度も繰り返すだけの気力が続かないっていうのが3つ目の理由だと思っています。ちょっとここで改めて確認しておく必要があるかと思うんですが、この動画をご覧の方の中にひょっとしたらアダルトチルドレンを一発で解決する何かそういう特殊な方法であったり魔法のような言葉であったりとか、今までこうどこにも発表されてなかったものが初めて世界で発表されて画期的なアダルトチルドレン克服の方法があるとかいうことでは実はないと僕は思っています。仮にそういうものがあったとすればちょっと怪しい、もしね、そういうことをやってらっしゃる方がいらっしゃったら申し訳ないんですけども、私の経験則で言うとアダルトチルドレンの克服っていうのは他の動画でも申し上げたんですが、癖を修正していくようなもの、例えば右手で投げてるものを左手で投げ直すような、で左手でコントロールをつくまで何度も投げていくようなものであると思っているので、一発でとかたった一つのこの方法でとかいうのはちょっと期待しない方がいいんじゃないかなと思ってます。ただしその投げ方について、癖の修正の仕方について、非常に長けた、まあ、慣れた経験則のある人がその人の持っている独特の癖を見ながらその人に合った修正の仕方を一緒に考えていくという意味では、やはり、カウンセリングカウンセラーの、
話を受け取っていただきながら、自分に合った自分自身に合った方法で修正をかけていくっていうのは、とても効果があるんじゃないかなと思ってます。で、話戻りますけど、本でアダルトチルドレンを克服するのは難しいと申しましたけども、全くできないわけではないと思います。ただ、何度も何度も読み返しながら、何度も何度もチャレンジして、ああでもないこうでもないってやりながら、時間をかけて実践していく、労力と気力と期間を見るということができるのであれば、それは、全く効果がないよということではないということだけは分かっていただきたいんですが、できることならそのより、早くより効果的に、よりその諦めることなく自分の中でアダルトチルドレンを克服していこうということであれば、やはりその知ってる方と直接対面、カウンセラーとお話ししながら、自分に合った方法を考えていくということを僕はお勧めしたいと思っています。今日は本ではアダルトチルドレンの克服が難しい3つの理由について、お伝えしました。どうもここまでご覧いただいてありがとうございました。